あ、こんにちは。どうも、ライバーハウス TV、バイクチャンネル第2弾ですね、今井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、前回ストライカーの荒津さんに来ていただいたんですけども、それよりももっと、レース寄りというか、レースを今全日本で最強と呼ばれているライダーだと僕は思っているんですけども、僕はぜひぜひ本当に出演してほしかったライダーに来ていただきました、チーム加賀山代表ですね、加賀山幸男選手です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。本当にね、もうぜひぜひこの番組に幸男を出して出てほしくて、こう声かけさせていただくのがちょっとね、もう忙しくて出てくれないかなと思ったんですけども、声かけさせてもらったらもう快諾をしてくれて、出ていただくことになったんで本当に嬉しく思います。どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。まあね、今日といえばもう本当にチーム加賀山で8体を全日本メインにやってて、本当に8体にはケビン・シュワンツと組んで8体をやったりですね、今回はまあテイスト・オブ・フリーランスなんかで、鉄フレームの刀でもう賑わしてくれたり、まあ優勝もさもう買っていただいてるんですけども、ありがとうございます。本当に、まあ、今レース界を一番盛り上げようと努力してくれてるライダーの一人だと思いますので、ぜひちょっと、応援の方よろしくお願いします。はい、まあ、今回ね、チーム加賀山と、まあ、新しく立ち上げたというか、もう何年前ですかね、ライドウィン。はい、ライドウィンという名前で会社名で、まあね、自分がそうですね、ヨーロッパで世界選手権走ってから、全日本に帰ってくるときに作ったんですけど、まあ、自分のその流れを説明すると、自分ね、レースデビューが1990年なんですよ、もう30年くらい経つんですけど、鈴木の車両を使って、ずっとレースしてました。2000年代はずっとファクトリーで全日本走ったり、2002年以降はヨーロッパの海外の方で世界選手権走って、鈴木の、まあ、スーパーバイクというところをずっとヨーロッパで戦ってました。はい、でそこで、まあ、なんとか、ね、優勝もできたりとかしてたし、それから MotoGP の方の、ね、開発やら、それこそ大昔で言うと 500cc の方とか、ね、500とかもやってました。化け物の 500cc、はい、で、2011年に、まあ、やっぱりそのプロの世界ですね、成績がやっぱり少しずつ落ちてきて、ヨーロッパでの世界でトップ取ることがなかなかできなくなってきたときに、まあ、日本に帰ってくることになって、日本に帰ってきたならどうせなら、レーシングチームをちょっとね、いろいろチームに誘われたのはあったんですけど、どうせだったらヨーロッパの経験を生かした面白いチーム作りしたいなと思って、2011年に他のチームで走るよりは自分で作っちゃえと思って、作ったのがチーム加賀山です。でその時にね、会社も立てなくちゃいなかったんで、うん、ライドウィンという会社を作りました。今どうですか、街乗りライダーなんか見てて、うん、まあ、やっぱりこう年齢層というかお客さんの層というのはどういうような形になってくるんですか。うん、やっぱりね、たまたまうちがやっぱりその、うん、なんだろう、得意分野としているのがやっぱり大きい排気量の、うん、そうですね、テイストに でも出たその刀、うんのオリジナル、1980年代からのバイクだったり、それからハヤブサっていう一番大きい 1300cc のバイクもね、あるし、で鈴木には当然 JSXR シリーズもあるんで、まあ、やっぱり スーパーバイクだったり 1000cc クラスの、まあ、旧車だったりがお客さんすごい来てくれるし、やっぱり年齢差もね、自分世代、いわゆる、はい、リターンライダー世代がうちこのお店にもよく来てくれます。だからすごくね、最近は土日になるとすごいフルカスタムのね、ハヤブサが来たり刀来たり、で今日はまあ、バイクの方少ないんですけども、そうですね、はい、まあ、本当に前回来させてもらった時にはすごいカスタムバイクがいろいろお客さんのバイクが並んでてすごく賑わってるなって、まあまあやっぱりバイクに人が戻ってきてるのかなっていうような気がするんですけど ね、たまにね、若い子も来てくれるし、本当最近、まあ、コロナのおかげとかそういう話じゃないんですけど、まあ、バイクがね、また注目を浴びるようになってると、単独でね、行動したい、それから通勤したいって人も増えたり、それから時間もちょっと増えたのかな、メンテナンスするサンデーメカニックなんかも増えてるし、自分のチーム加賀山健康のうちのライドウィンっていうのは
バイク屋さん、バイクを売るオートバイさんというよりはどっちかというとそうですね、所有してる人が、まあ、ちょっと前にこう話聞いたんですけども、うん、まあ今オリジナルパーツというよりはもうそのセレクトショップみたいな形で、そうですね、まあ、洋服で言えばビームスだとか、そうそうそう、そんな感じ、そうやって見てもらえると本当に幸男が厳選したパーツをこう取り寄せてこう一台のお客さんの要望に応えてこう作り替えていく、はい、まさにそんな感じですね。なんかコーディネートうまくしてあげてお客さんのレベルだとか目的、スポーツ走行なのか、あのストリートのね速く走りたいやつなのかとかいうのを考えて、なんとなくこれはこう、ね、ハンドルはここのパーツがいいんじゃない、マフラーは吉村がいいんじゃない、ビートがいいんじゃないとか、そういうチョイスしてあげたり、これだったらストライカーさんじゃないとか、いろいろトータルでコーディネートして、要するにメーカーブランドはこだわらずにこういろんないいものを取り寄せて、あ、本当ね、洋服で例えばセレクトショップみたいな、あのトータルコーディネーターっていう意味じゃすごい言い方合ってるかもしれない。とにかくオートバイってバランス大事じゃないですか。そうですね、一つだけ変えても機能しないし、それをうまく調節するというかバランス取ってあげる、一ついいものつけてもそこから崩れる、そうなんですよ、オートバイってこんなにお金かけたのに乗りにくいバイクになってしまったというのがよくある話、よくあるし、実際うちでも来てもらったお客さんの中ですごい高くていいパーツいっぱいついてるけど、逆に初期のメンテナンスができてない人とかも結構いるの、ね、例えば本当簡単な話もチェーンがダルダルだったり、もうブレーキの遊び方がぐちゃぐちゃだったりとかして、割とそういうところをだんだんお金かけてももったいない、こういうところにアジャストすれば整備すれば全然乗りやすいよって言って、そこだけパパッとこう5分ぐらい直しちゃって試乗してもらうと、もう全然気持ちいいじゃんとか言って、本当にそのそういうレベルのバイクが本当に多いのよ実は。なんで本当伝えていきたいなとは思ってる。そうですね、ただまあやっぱりね、加賀山幸男選手はやっぱりどうしてもバイク屋さんカスタムショップというよりはやっぱり、そう、本来は、はい、メインジョブはレーシングは自分もライダーしてますし、うん、全日本の方で、それから全日本の中で、まあ、ちょっと、チーム加賀山の中を見せていただいて、はい、そのやっぱりみんな見たいと思う、本当ですか、レーサーの一部を見せてもらえたらと思うんで、はい、ぜひちょっと中を紹介してください。じゃあちょっと中見てみます、はい、違う、まあね、横浜の山、横浜じゃないか、あ、横浜なんですけど、大和市にある、横浜インターから、まあ、5分ぐらい、5分10分で来れるところなんですけど、ワークショップここに借りました。で、まあ、ちょっと中を見せてもらったんですけど、はい、やっぱこう、そう、シーズン中はね、レースのメンテナンスが多いんですけど、うち、やっぱり、シーズンオフになるとカスタムのお客さんも増えてきてるんで、ここにあるのがお客さんのオートバイだったり、ハヤブサが多いんですよね。そうですね、やっぱりね、加賀山選手といえばハヤブサが、これね、お客さんのバイクでしょ、うちがこうデザインしてあげたり、すごいよね、かっこいいよね、これ自分の私物です、が雪男のバイクです、自分の私物のハヤブサ。一つね、気になるのが、ね、はい、やっぱりこのシートなんですよ。シート、はい、そうなんです、このシートがやっぱりこう、なんていうんですか、特徴 K のマークがあるんですけど、これちょっと説明してもらっていいですか。はい、これね、このシートね、K のマーク、わかります？ K ですね、はい、これ加賀山の K じゃないんですまあね、パッと見、あ、加賀山の K が入ってると思うんですけど、そうじゃないですか、ね、そうじゃないの、これ実は、自分ずっと横浜生まれ、横浜育ちで、元町商店街も本当に地元なんだけど、まあ、横浜で割と有名なその、まあ、全国かな、全国で有名なカバンの北村、そうですね、バッグの北村、そう、横浜が発祥の、北村でカバン屋さんがあるんですけど、そこの、まあ、息子というかね、が同級生で、そのバイクチーム仲間なので、そこが、なんか一緒にやれないってことで、いや、どうせだったら革とかカバンとか屋さんでしょつって、なんかつながれるって言ったら、シートカバーってどうって提案してみたら、作れるかもつって、とりあえず今はサンプルですけど、デモンストレーションの開発員として北村がカバンと革を使ってシートを作ってくれたの。これでもすごいですよね、まあ、その発想の元となったのが、まあ、ゆきおが言ってたみたいに、もし
まあ、世界のブランドのヴィトンとかエルメスとかそういうところがこういうのを作ってもいいんじゃないかっていうのをきっかけに、じゃあ自分で作ってみようって言ってバンクの北村さんにお願いして作ってもらったと。まあこれはね、まあ、やっぱり幸男加賀山選手でしかできない、まあ、ね、たまたまね人脈というか、そう、横浜つながりっていうので、北村さんも OK してくれて、で今後はこれを本当にもうちょっと製品化しちゃんとしてね、やっぱりこれカバン用の革だとちょっと、ね、防水がないなとか弱いなとかいろいろあるんで、これをもうちょっとか、本格的に考えて、今後は北村シートバイ北村になるのかな、うん、のものを受注で今後作っていきたいなと思ってる。すごいですよね、やっぱりその今やっぱりオートバイっていうもの自体がやっぱりこう高級路線というか、そう、本当にね、やっぱりねフラッグシップのオートバイも扱ってるし、うん、CXR もそうですけど、世の中のねホンダもヤマハも作ってる一番上のクラスは割と値段高いものをみんな好んで買ってくれてるんで、そこにねやっぱりその高級ブランドが参入してくる、入れたら面白いこう流れというか面白い文化になるかなと。エルメスっていうのもね、もともとはあの馬の蔵作る馬蹄のマークも入ったね、がスタートだったみたいで、大昔そこからカバンに発展したみたいなんで、カバンの北村さんもこういう、例えばオートバイのシートとか車のシートとかも今後ありなのかなっていう企画でした。面白いですよね、本当に楽しみですよね、そういう、 こうバイクっていうのがもう見直されてきて、昔はやっぱりこうあんまりいいイメージがなかったんですけど、まあ、今回ね、まあ、最近になってこのバイクっていうのがすごくステータスのある乗り物になってきたんで、本当でも、大型の車両が本当増えてきた気がします。やっぱり世の中今買えない状況でもあるじゃないですか、なかなか。だから本当にバックオーダーになってるってすごい聞きますし、人気ですぐ購入できないものがないっていうのをよく聞きます。はい、あ、そう、自分だったらお客さんのバイクだったりで、はい、こっちがもしよかったらどうぞ、整備する部分になるんですけど、いよいよチーム加賀山の本体に、はい、今日ね、やっぱりまだ正月明けで、仕事が始まってない部分もあって、ちょっとガランとしてますけど、まあ、端から今作業してからですと、こっちもね、レース用のオートバイの NSF250 といって、今メンテ中ですけど、この間もね、テスト練習、筑波崎市行ってきたんですけど、今、若い子用にね、準備してます。まあ、いわゆる、そうですね、250、モーサイクルの250で、全日本で GP3、それから地方戦でも GP3 というクラスがあって、そこに、まあ、チーム加賀山でも若手の子を一緒にやっていきたいなと思ってるんで、将来、グランプリライダーになればいいなと思って、今、ね、12歳の子が乗ってるの。すごいですよね。だから今、本当に僕らの時代というのは、もうバイクというのは16歳で免許取って、そこからこうレースへみたいな。道筋だったと思うんですけど、今の子って本当にもうミニバイクからポケバイとかミニバイクからもこういうステップアップしてて、10歳12歳でも本当にフルスペックのレーシングマシンで戦う、はい、まあ前回もちょっと聞いたけども、大体今の GP ライダーを目指してる子っていうのは大体16歳ぐらいで、もう16歳ぐらいでは海外に進出したいぐらいなんですよ、海外のいわゆる日本でいう地方戦みたいなもの、それから、まあ、元 GP という一番上のクラスがあるんですけど、そこを目指すにはもう18には一番下のハイキロのクラス元3には行ってないともう間に合わないねっていう時代になってる、ね、本当にまあそれはよく言えばもうプロ野球とかテニスとかサッカーとか、ね、割とそういうやっぱり本当に子供の頃からもう10歳12歳で天才と言われてるような子たちが出てこないとやっぱり世界には通用しないのかなっていう、ね、だから今井さんとかね、自分らの時代は誰と16からスタートとか、自分もねほとんど15歳かなで16からデビューしたんですけど、そういう世代がやっぱり今の時代はスポーツも本当幼少期から ねエリートでやんないと、そういう、まあ、若手の育成なんかも頑張ってもらってるんで、じゃあちょっと、はい、でも JSB 戦の、自分が持ち出しちゃうよね、てくれてありがたいと思うんですけど逆に